ウェディングのお仕事、無事に終えられました。油断してドレスを汚さないうちに着替えてきちゃいます。もう少しだけ待っていてくださいね、プロデューサーさん。お待たせしました、プロデューサーさん。はあ、緊張しました。ほんとドキドキしっぱなしでした。やっぱり式場って神聖な雰囲気がしますからね。ここで永遠の愛を誓いたい人の気持ち、私にもわかるような気がしました。結婚って女の子の憧れのイベントですもんね。巫女の私としては神社での神前式もおすすめですけど、だってほら日本の神様が見守ってくれますから。で、ここで太鼓を意識燃やしてもしょうがないか。ちなみにプロデューサーさんは誓いたいことってありますか？いえ、愛の誓いとかじゃなくて、その、何でもいいんですけど、私はありますよ、誓いたいこと。それはプロデューサーさんと一緒にトップアイドルを目指すってことです。今更かもしれませんけど、改めて誓いたかったんです。ドジばっかりの私だけど、プロデューサーさんとなら